ドリプトサウルスは、後期白亜紀マーストリヒチアンにあたる6700万年前の現在でいうアメリカ合衆国ニュージャージー州に生息していたティラノサウルス城下の属。巨大な二足歩行の地上性の肉食動物であり、全長は7.5メートルに達した。学会の外ではあまり知られていないものの、チャールズ・アール・ナイトが描いた本属の有名な絵画により、 化石記録が乏しいにもかかわらず当時広く知られることとなった。1866年にエドワード・ドリンカー・コープが初めて記載し、1877年にオスニエル・チャールズ・マーシュンが再度命名した。科学史における初期の住脚類として知られている。推定される体育と人の比較1個体の断片化石からの推定ではあるが、ドリプトサウルスは全長7.5メートル。 体重1.5トンと推定されている。近縁なエオティラヌスと同様に、ティラノサウルスなど、さらに派生的なティラノサウルス科と比較して、長い前足がドリプトサウルスには存在する。比較的大きい、灯されている手には3本の指が生えていた。しかしながら、2011年にブルサッテラは、ドリプトサウルスの指と派生的なティラノサウルス科の指の共通点を観察し、 ドリプトサウルスの機能的な指は2本だけであった可能性があると主張した。それぞれの指には猛筋の爪に似た約18センチメートルの鍵爪が生えていた。前肢の形態からティラノサウルス浄化の前足の縮小は均一の傾向をたどっていない可能性があると示唆された。ドリプトサウルスは両前肢と顎を仮及び捕食に用いたと考えられている。 模式標本は一体の生体のものとされる断片骨格である。アンスプ9995は、右の上が骨の断片、右の箱根の断片、右の上角上骨の断片、側場、中央から遠位にかけての11個の押し、左右の上腕骨、左手の四骨、左右の地骨の軸、右の座骨の断片、左の大腿骨、左の肥骨、左の頸骨、 左の虚骨、第三、中足骨の軸中央を含む。神経中枢の方向線がすべてのおしで閉じていることから、ホロタイプ標本の個体が成熟していたことが指示されている。アンファーブ2438は、ホロタイプと同一個体のものと思われる左第四、中足骨からなる。復元図断片的な右の上が骨には三つの、思想が完全に保存され、 4番目の思想が部分的に残っている。ドリプトサウルスは横方向に薄い歯を持っていたことが確かめられている。断片の後方に位置する思想には、その形状から他の歯よりも小さい円形の歯が生えていたことが示唆されている。大腿骨は頸骨よりも3%だけ長い。回収された手の最長の鍵ギ爪は 17.6cm だった。第4。 中足骨の近イ部の形態から、ドリプトサウルスの足は、アークトメタターサル構造をなすことが示唆されている。アークトメタターサルとは、第3、中足骨が、第2、中足骨と第4、中足骨に挟まれている、ティラノサウルスやタルボサウルスといった派生的な、ティラノサウルス浄化に共有される発達した、特徴である。2011年のブルサッテの研究によると、 ドリプトサウルスは以下の特徴に基づいて識別される。模式標本の要素1866年にドリプトサウルスが発見される以前は、新大陸での獣脚類は1856年に、ジョセフ・ライディがモンタナ州で発見した単離した葉の実が知られていた。ドリプトサウルスが発見されたことにより、北アメリカの古生物学者は不完全ながら間接した。 重脚類の骨格を観察する機会を得た。19世紀後半において、ティラノサウルス上下は個別の大型重脚類のグループとみなされていなかったため、ドリプトサウルスは北、アメリカから産出した孤立した重脚類を含めたゴミ箱分類群とされ、後に再分類するためだけに、数多くの重脚類が割り当てられた。ドリプトサウルスの俗名は、引き裂くと影を意味し、ギリシャ語で、 引き裂くを意味するドリプトとトカゲを意味するソーロスからなる。種照明のアクイルングルスはラテン語でワシのような鍵爪を持つを意味し3本の指に生えた鍵爪を反映する。1866年にエドワード・ドリンカー・コープは発見から1週間以内に標本について論文を発表しフィラデルフィア自然科学アカデミーでの会議でライラプスアクイルングルスと命名した。 ライラプスはギリシャ語でハリケーンや烈風を意味し獲物を決して逃がさない神話上の猟犬ライラプスの名前でもある。ライラプスは詩的で刺激的な名前として人気を博しハドロサウルスやトラコドンに続いて北アメリカから記載された恐竜となった。後にライラプスという俗名は何の俗にすでに使用されていることが判明し、 コープの公的種であるオスニエルチャールズ・マーシュンが1877年にライラプスをドリプトサウルスに改名した。模式種はドリプトサウルス・アクイルングルスである。ドリプトサウルスと戦うエラスモサウルス、及び背景のハドロサウルスの古い歴史的な描写。エドワード・ドリンカー・コープが1869年に描いたもの2011年にブルサッテは 模式標本の大半の歴史的キャストアンスプ9995、アンファーブ2438が、ロンドン自然史博物館のコレクションに所蔵されていると記載している。キャストでは、深刻な気鉄鋼病の影響を受けた元の標本では、もはや保存されていない、詳細な部分まで確認できる。コロラド州モリソン層から算出した、現在では紛失されている箱根に基づき、 1877年に、コープは、ライラプストリヘドロドンを命名した。ライラプストリヘドロドンのホロタイプ標本に、割り当てられていた損傷したいつ破の歯間アン案5780は、アロサウルスと数多くの特徴を共有しており、当時はアロサウルスに分類されていた。しかし、アロサウルスに似ているとされた葉の特徴の一部は、 住脚類全体の原始的な特徴であり、モリソン層の他の大型住脚類にも共通した可能性がある。ライラプス・マクロプスはコープによって断片的な後足から命名された。この講師は内部シンク層から発見されたもので、その長さからジョセフ・ライディがドリプトサウルスから区別して、オルニトミモサウルス類に属するコエルロサウルス類に割り当てたものである。 トーマス・アール・ホルツはそれをジノサウリア第二版の中で自らの功績としてティラノサウルス上化と推測してリストに加えているこれには2017年にテイヒベナトルという新たな俗名が与えられた。発見されて以来ドリプトサウルスは多種多様な獣脚類のグループに分類されてきた。1866年のコープ、1868年のライディ、 1888年のライデッカーの論文では、イングランド南東部から発見され当時知られていた、メガロサウルスとの共通点が記載された。これに基づき、コープはドリプトサウルスをメガロサウルス化に分類した。しかしマーシュは標本を検査し、単型のトガであるドリプトサウルス化に分類した。ドリプトサウルスに分類された化石は、 コープの日以降に発見された数多くの多様な重脚類の観点に基づいて、1997年にケンカーペンターにより再評価された。彼は特異的な特徴のために、既存のどのトガにも化石を分類できないと考え、マーシュと同様にドリプトサウルス化に分類するのが正しいとした。この系統学的配置は1970年のラッセルよび1990年のモルナーの 研究でも支持されている。1990年代のその他の系統学的解析では、コエルロサウルス類に分類されたが、その中での詳細な配置は不明である。1946年に、チャールズ・アール・ギルモアは、白秋後期の同時期のティラノサウルス科とドリプトサウルスとの解剖学的特徴のつながりを初めて観察した。この研究は、 ベアードとホーナーによる1979年の論文でも指示されているが2005年までは幅広く受け入れられていなかった。ドリプトサウルスはかつて北アメリカ東部から知られる唯一の大型肉食恐竜であったが基盤的なティラノサウルス浄化であるアパラチオサウルスが2005年に発見された。アパラチオサウルスはドリプトサウルスよりも骨格が揃っており体育と形態は ドリプトサウルスに類似している。この発見により、ドリプトサウルスが原始的なティラノサウルス浄化に属することが明らかにされた。2011年のブルサッテによる詳細な系統解析では、ドリプトサウルスとティラノサウルス浄化の関連が断定され、中間型のティラノサウルス浄化とされた。これは、グアンロンやディロングといった基盤的な属よりも派生的であるが、 さらに派生したティラノサウルス化の属よりは基盤的であるということである。胴体の要素子示とその他の骨以下のクラドグラムは大半のティラノサウルス上化を含むもので、ローウェンらによる2013年の研究に基づく。茶色で発見部位を示したダイアグラムとリプトサウルスの模式標本アンスプ9995はウエスト、ジャージーマールカンパニーピットで発見された。この場所は アメリカ合衆国ニュージャージー州グロスター郡、マンツアタウンシップのホーナーストーン層としても知られている。標本は約6700万年前にあたる後期白亜紀マーストリヒチアンに堆積したドロカイドとサガンの採石長労働者により収集された。ニュージャージー州南方のホーナーストーン層はニュージャージー州中央のニューエジプト層としても知られている。研究から ニューエジプト層は海洋ユニットであることが示唆され、シトニアンのレッドバンク層と同様に当時は深海であったと考えられている。ニューエジプト層はドリプトサウルスの可能性がある化石が報告されたナイベシンク層の上に横たわっている。マーストリヒチアンの間、現在の北極海からメキシコ湾までを南北方向に走る西部内陸回路によりドリプトサウルスと 同時期の動物賞はティラノサウルス科の支配する北アメリカ大陸西部から隔離されていた。ドリプトサウルスが動物植生動物であることは確実だが、白亜紀のアメリカ東海岸では恐竜の数が不足しており、ドリプトサウルスが特定の獲物に依存することは困難だった。ハドロサウルス科がドリプトサウルスと同時期同地域のアパラチア大陸から知られており、 ドリプトサウルスの食料の大部分を占めていた可能性がある。ノドサウルスも生息していたが、こちらは走行があるため狩られる可能性は低かったと見られている。狩りの際には両前肢と顎が捕獲、捕食に重要な役割を果たしていた。ありがとうございます。